はい、皆さんこんばんは。さまよえる48歳、おかみふみかつでございます。今日は2015年4月14日火曜日でございますね。ヒゲもまた一日剃らないでいたらここまで生えましたけれども、今日のカレレ14回目ということでね、2曲目に突入しておりますけど、1曲目はね、なんとなく、まあ1曲目も頑張って、あれですよ、弾いてはいますけれども、ね。だいぶ弾けるように弾けるって、まだねちょっとビビる、なんか音がねビビビってなっちゃうところがあって、まあ押さえ方が足りないのか、うまく押さえられてないのかっていうところもありますけども、2曲目に突入して、昨日ねかなり時間もかかってしまいましたけれども、あれからまたちょっとなんかもう少しね楽に弾けるコードはないものかというところで、見つかったものもあれば見つからなかったものもあったということでね、ただ昨日よりかはね、もう少し曲がどんな曲なのかというのを聞いたことある方だったらわかるかもしれないというね、ヒントは洋楽ということでね、お分かりいただいた方から Facebook あるいは Twitter にね、答えを書き込んでいただいて、抽選で何名様に、何も当たりませんけれどもね、はい、当たったからどうだって話ですけれどもね、じゃあ参りましょうかね。なかなかね、あ、そう、それと並行してね、裏であれやってますよ、あのクレイジー G なんか、あのこういうやつ、これもだからね、まだ綺麗にはいかないですよね。だからね、すごい分かりやすく解説されている方がいらっしゃってね、なんかあのウクレレとか音楽の先生らしいんですけども、そういう楽器のね、あの教えてらっしゃる方らしいんですけど、とてもあの分かりやすくて、うん、まあここら辺がまだね、あの指が伸びてないっていうところなんですけどもね、これ本当伸びるのかな、やってれば伸びるのかな、そのうちにね、はい、ということで、2曲目、昨日一昨日あたりから始めた2曲目ですけれども、まああの前はね、前あの Facebook で公開してた時は、その一番最初にコードを探るっていうところはお見せしておりませんでしたし、あとそのそんなにね、コードの数もあれは9つだったかなぐらいだったんで、まあ頑張れば、でその持ちにくいっていうところね、例えばこういうところとか、あとなんだろうな、まあその運指ね、この指運びのところで、大変っていうのはありましたけれども、結構その開放でこのまんまで済んだりとかね、そういうのもあったんで、比較的その10日前後で、あの程度まではなんとか弾けるようにはなりましたけれども、今回はねやっぱりちょっと難しいと思いますよ。そんなに簡単にはいかないかなと。まあ、あのギターもちょこっとねやってたっていう程度で、やってたって言ってもね、あの弾いてたっていうよりかは音を鳴らしてたっていう程度だったんで、まあ、だからそのこの押さえるっていうことのね、部分はなんとなくその感覚的にはやってはきてたんですけれども、ただそうは言ってもコードも新しいし、ね、全然違うし、でコード理論も知らないしということでね、ちょっと悪戦苦闘まだしている最中ですけど、まずここからですね一番最初の音からあんまり綺麗に出ないっていうね、落ち着いていればなんとかなるんですけどね、はい、これが一番最初の音、イントロからいきましょうか。ゆっくりいきましょうね、ゆっくりというかまだちょっと音を鳴らしてるとこからね、こう来て、こう来てこうですね、どっちかね、A メロに入るとこうなんですね、 E6 から E7 と、 E6 戻って E と、ここはね、比較的弾きやすい。A7。A から A6、A7 ね。で、A7 から A6。で、また E に戻る。ここは E が大変。
E7、E6、なんだ。ああ、G シャープ7ね。で、次がこの F シャープマイナー7。このね、C シャープマイナーっていうのが、のいろんな弾き方があったんですけど、一番簡単で、ね、あの4フレットを押さえて、で6フレットの4弦を押さえるってね。で、このちょいちょいね、 E 単独でこういうね、こっちの方が綺麗だと昨日言いましたけども、こっからだ、これでやってみましょうかね。もう一回イントロからいきましょう。今ので全部1番が終わったっていうね。やっぱこれ、あの移動が、移動大変だよね、移動大変だよねって考えると、やっぱりこっちなんですよね。もう小指がピンって立っちゃってもね、なんかこれがうまく伸びないかな、なんか ビビってますね、音がね。さあ、これでね、何の曲だかお分かりになりましたでしょうかね。まだタイトル言わないでおきましょうかね。いや、なかなかちょっと難しいですけれども、この E がね、綺麗に抑えられるようになって、移動しても E が抑えられるようになると、もう少しね、うまくいくのかなっていう感じですけれどもね。まあでも昨日よりかはもう少しね、あのペースがぽくね、あのなったんじゃないでしょうかね。だからこれだから単音だけでずっとやってったら、まだね、だったらまだいいかもしれないですよ。そこを例えば、だからこういうね、ここに来て少し楽になりますね。また大変になる。
ここの移動も大変だな。もうなんかね、もうあの手がねちょっと半ばね釣りかかってる感じですね、これ手の小さい方だったらちょっとウクレレでも厳しいのかもしれないですね。はい、これ何の歌でしょうね、もう一つだけヒント言うと、あの映画の曲でもありましたね。映画はそれほど流行らなかったけれども、そのね、あのまあその歌は話題になったっていうね。私あの映画自体も好きでしたけどもね。はい、ということでね、なかなか今回はやっぱりその前回以上にね難しい、本当に抑えるのが大変なこの E のコードね、この E のコードがうまくね、 E と他の、例えばだからこのなんだこれは、これは G シャープ7か、 G シャープ7からこのこれがやりたいがためにねやってますけれどね。はい、ということで今回もまた12分、ね、12分やってこんなもんですよ。はい、ということでね、果たしてじゃあ今回はどれぐらいで弾けるようになるのか、果たしてその前回がね10回、11回であそこまで、弾くことができましたけれども、今度じゃあこのだから今日のオカレレが第、23回とか24回になった時にね、ここら辺もちゃんと弾けてるようになってるのかというところが今後の見どころだと思いますね。はい、ということでね、12分30分のね貴重な時間ご覧いただきまして誠にありがとうございまして、それじゃあまたポチュッとな。